皆さんこんにちは、ラボです。今日はサバンナさんのくじを買っちゃいました。正直今までくじとか買ってきたことなかったんですけど、この前ブルームーンが出たじゃないですか。なんでちょっともうこれやるしかねえなって、入っとんかどうかも知らんけど、まあ、とりあえずマックスの5口買ってみました。でどんなんが出るんかもわかんないですけど、まあ、サバンナさんなんでどれが来ても別にいいかなっていうので買いました。このくじは一口3000円ですね。でまあうちもその全国的に向けたくじとかを今回もやるんで、まあいろんなところがどんなやり方をしてるかっていう勉強も踏まえてですね買ってみました。でサバンナさんは一口3000円でマックス5口までっていうやり方で、代わりにこれはラボのですっていうので、代わりにサバンナさんのスタッフさんが引いてくれるっていうのでやってるみたいです。普段もやってるんですかね、まあ、ちょっとその辺はよくわかんないんですけど、まあこういうの見かけたら買ってみようかなと思うんで、なんか情報皆さんあったら教えてください。その都度良さそうだったら買ってみるんで、早速開けていきます。おーちょっと待って、名前が見えてるよ。 YouTube 的に名前が見えちゃってるよ。やばいちょっとステッカーで隠すしかない。ちょっとねまだ YouTuber 歴短いんでね、こういうのは許してくださいね。これははいジャパンブルーですね。まあ、ジャパンブルー今まで持ってたかな、持ってない、多分飼育したことはないんですよね。ジャパンブルー綺麗だったんでずっと欲しかったんでラッキーですねこれは。はいじゃあ次行きますよ。見えてないふりして、はい走行ですね。ん走行、あの上州さんのやつか。はい、これめっちゃ欲しいじゃん。いいじゃん。ブルー好きには最高ですねこれ。いいな、走行は嬉しい。確かきらめきの青ラメが出たのを類代したやつですよね。いいなこれは嬉しいですね。ちょっと次は名前見えんようにちょっと頭使いますね。このお盆で不格好ですけどちょっと許してくださいね。ちょっとまだ初心者 YouTuber ってことで許してくださいね。じゃあ行きますよ、せーのドン。お月下ありだな。月下はもう無難に好き、いつもらっても誰からもらっても嬉しい。月下はもうこれは本当にラボは月下でメダカ沼に落ちたってのはまあ間違いないんで、月下は本当初心に戻って好きですね。ただ3色ってのがね難しい。じゃあ次いきますよ、せーのドン。お花翼ね、はいはい、まあ、月下からの花翼いい流れですね。桜花の松井秀長だったかな花翼は。で皆さん、はい最後ブルームーンきますよ、いきますよ皆さん。ブルームーン多分カタカナがもう見えてると思うんですけど、ブーってブルームーンのブーが見えてますよね。せーの、はい走行です。走行かーい、まあ嬉しいけど。まあ嬉しいわ、もう走行なんかちょっと頑張って類代してみよう。それでラボブルーを作ろう。もうブルームーン出んかったんかい。まあ切り替えてちょっと撮影します。ラボ、はい、とりあえず黒容器に入れて色を戻していこうと思います。まあ、ちらっと見た感じでもまあやっぱり綺麗ですね。さっきのが走行、これが月下ちゃん。月下は自分は白勝ちが好きですね。でこれが花翼、桜花のヒレナガですね。もうやっぱ綺麗だな。で次こいつがどこ行った、映らんぞ、ジャパンブルー映らんぞ。ピント全然欲しい。呪われとんか。おい、映ってよ、ちゃんと映ってよ。恥ずかしがり屋かこいつ。映らんじゃん、もうちょっと映らないんで、ちょっともうちょっとちっちゃくして映してみますね。メイクラボ、はい、こちらが先ほどの問題児のジャパンブルーですね。やっぱり青いですね。ただやっぱメスの方が外光がきっちり乗ってる感じで、オスがやっぱちょっと弱いんかな。このオスをきっちり仕上げることで多分結構いい個体になるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり乗りにくいから出てないんかな。でも綺麗ですねやっぱり。はい、こちら月下ちゃんですね。この手前の白勝ちがいいね。やっぱりオレンジくんもいいんだけど、僕も見てきてるんですけど、やっぱ目を引くのこの白い方の子、白い方がやっぱ好きだな。うちこれだけ類代してますからね、白勝ちで。まあ誰かに取られましたけど、ワンペアだから、あと親がワンペアしかいないっていう感じなんですけど、まあ、やっぱりこいつは綺麗、白勝ち好き。オレンジ頭ポーンもいいんですけどね、
まあ、オーラメも乗っとるし十分綺麗な個体ですね。3000円のクジだったら大満足です。でこちら花翼ちゃんですね。まあ、オーカのヒレ長なんで、まあ、ラメもわりかし乗ってるし頭まで乗ってるかな。で、まあ、青体色っぽいのも出とるしラメかで、ヒレ長も出てるんでこの子はありですね。ヒレナガが好きなんですよね。ラボってなんかリアルとかやらないんですかって言われるんですけど、ラボは基本普通体型が好き。でも松井ヒレナガ系は結構好きですよ。ラメ系のヒレナガが好き。まあ龍翔とかもかっこいいとは思いますけどね。はい、こちら走行ちゃんですね。でこれ上州さんが作出した品種で、一時期ツイッターでもラボがこうみんなに問い合わせてたんですけど、走行どこで販売してますか、知ってる人いたら情報くださいっていうのを流してたんですけど、何人かは来たんですけど全然なんか販売してもらえなくて、もういないですよとかっていうのは結構多かったんですよね。だからレアいのかな。別に類代っていう固定率が悪そうな品種じゃなさそうですけどね。チャンスかなこれは。チャンスだな。ちょっと走行極めてみようかな、あえてここで。だからもうラボといえば走行ぐらいの感じでなんかいけそうな気がするんですけどね。うちのオーロラちゃんとかもだいぶ青いですからね。ちょっとこれラボ力入れてやってみますわ。メイクラボ、まあちょっとブルームーンは当たらなかったけど、まあ人生甘くないっていうことですね。まあ、ただちょっと次の動画すごいですよ。次の動画絶対見て。ちょっと今回ライトな感じにしたんですよ、あえて。次ちょっと重すぎるしちょっと長くなりそうだから、ちょっと今回ライトにしてみました。もう次かなり丁寧にしようと思ってるんですけど、まあ、その理由はこうご期待。ぜひチャンネル登録して待っててくださいね。じゃあまた。